スポーツアソリティ幕張新都心店ジョルジ川野です。今日はですね、自分の大好きなペトロマックスの HK500、 先日はあの点火方法の方やらせていただいたんですけど、今日はオーバーホールやってみたいと思います。よいしょ。まずなんですけど、メンテナンスする前に灯油は必ず抜いてあげてください。給油口を開けてひっくり返すだけなんですけど、でこれオーバーホールするときはあのもう細かい部品も触っていくので、もう灯油の匂いはついちゃうものと考えて割り切ってやってあげてください。これだったらまあ外とかでやってあげた方が、室内でやっちゃうとその部屋がずっと灯油の匂いになっちゃうんで、給油口閉めます。でヘッドトップのカバーを外します、まあ、ここは点火するとき誰でも外すものなので、簡単にここ横の回して外す。でこちらの方も外していきます。グローブも外します。でここからですね、ここからがまあいわゆる、まあ、普通はいじらないような場所かなと思います。で最初に外すのはこのサポートフレームって言われるこの場所を外していくんですけど、ここはどこでつながってるかっていうと、このネジ1本です。でマイナスドライバーがあればあの簡単に外せるので、ここ真ん中から入れてもらって、まあ、回すだけです。すごい簡単。これを外してあげると、これ外すだけでなんとなくもうバラした感出ますよね。これだけでここからが本番。とりあえずバラしていきます。でクリーニングニードルってある、ここが、燃料が出たり入ったりするとこ、レンチの真ん中の穴の部分で開けていくっていう感じですね。じゃあこれ外します。でその次この上がり下がりするニードルは、これも、片時についてくるニードルキーっていう工具がついてます。専用工具が。でこれをここに差し込んでいただいて回すと簡単に取れます。次は青色の部品ですを外していこうかなと思います。ここの部品法令キセントリックって言われる部品なんですけど、これ2個ネジがあるんですけど、まあ、基本的にこっち側はいじらなくて大丈夫です。こっち側を外していくようなイメージ。ここも女性用のこの工具で外していきます。はめて、でちょっと固めなんでしていきます。これの矢印は上向いたまま、ここの後ろの部分だけを回していってください。これなんでかっていうと、これ外してみたら構造が分かるんですけど、ここにちょぼって出てるものがあって、このハンドルを回すとこのちょぼが回るんですよ。これが回っちゃうとちょっとずつ外れながら回っていくんで、こうやってやっていくとここが折れちゃうことがあるので、ここは固定したまま この部分を回してあげると綺麗に外れます。次このジェネレーターっていう部分、ジェネレーター外すときはここのネジを回すんですけど、これですね、こことここの部分、ね、どっちもネジがあるんで、単純にここをこう回して、ここを外したいのにここが外れちゃうってことがあるので、ここはですね、なるだけ大きいモンキーレンチが2個必要です。もしオーバーホールチャレンジされる方は2個必要になります。ここに1箇所挟んでいただいて、1箇所はこの上を挟むという感じで、これを回すと、買った一応これで回りました。まあ、ここにコツとしては、片方は腰でこう押さえながらで、片方をどう回すで形で外れます。外れました。これがこう外れる、これジェネレーターを外れます。これを外すとこのコンダクティングロッドっていうものが出てきます。まあ、軽く拭いてあげるくらいでも、本当にもう明らかにタールがめちゃくちゃ溜まって太くなってるってなかったら、まあ、ヤスリとかで削ってあげるといいかな。そしたらこの部分外していくんですけど、必ず準備していただきたい部品がありますっていうのが、この HK500 ナンバー90鉛パッキンって書いてあるものなんですけど、このパッキンが必要になります。なんでかっていうと、ここの部分ちょっと見ていただくと分かるんですけど、 HK500 に関してはゴムパッキンとかは使ってなくて、鉛のパッキンを潰して使う構造になってるので、これ鉛のパッキンこう潰れてるんですよね、ぐにょっと外すと分
かるんですけど、これ鉛パッキンでもこれ以上に潰さないと次はもう使えないっていう形になるので、まあ、毎回このオーバーホールした時はこの鉛パッキンを交換してあげる、変形した鉛パッキンが出てきます。ここまでクリーニングとか特に言ってないんですけど、クリーニングこのフィルター部分が汚れちゃうんですよね。このフィルター部分はマイナスドライバーで外れます。なんか網網のフィルターみたいなのが出てきてると思うんですけど、ちょっと分かりづらいか、分かりますか。この部分が汚れちゃってここに詰まって出てこないっていうようなことがあります。洗浄してあげるだけで一気に調子が良くなったりとかします。ただここをやるためにはさっき言ったみたいに鉛のパッキンが必ず必要になりますので、準備忘れずにしてください。次はこのクイックライター。クイックライターは、まずこの部品を外していただくと、そしたらこういう部品出てくるんですけど、まずは、これに関してはまず本体を外してあげます。でここをですね回していくんですけど、ここを回すのはこの専用の工具のこの部分をはめてあげると外れますので、そしたらこのクイックライター外れましたよ。でこのクイックライターなんですけど、このクイックライターは本来であればこれを掴むためにいろんな工具を使うんですけど、今回はこのちっちゃめのモンキーの方で外していければいいなと思ってます。回りました。ここが外れます。であと1箇所回してあげると外れます。クイックライターっていう部品は、まあ、ここのど真ん中に1個と灰色のに2箇所ポツポツってあるの分かります？黒いのはちょっと分かりづらい、分かりますか？そうそう、この2箇所あります。でこのど真ん中は灯油が通るところなんですけど、まあ、すごい勢いで灯油が出てくるんで燃え切らないんですよね。なんでここのサイドの2箇所からは空気を入れます。よくクイックライターの調子が悪いっていう時は大体ね、ここの空気穴が塞がってることが多いので、この空気穴はこれも買った時についてくるクリーニング用の針、この針でこの穴を通してあげると、まず真ん中通します。あ、通りました。こうやって通してあげてグリグリとちょっと何回かやるともう完全に取れるので、そしたら次サイドの、これうちのモアナも一緒にやったんですけど、すごい老眼で通しづらいって言ってました。これで通してあげると、で次こっち側の穴、よし、これで通してあげると、これで穴3つ通りまして、これでクリーニングは終わりです。一応まあこれで、あとはまあこの質問多かったんですけど、ポンプアダプターっていう部品ですね、まあ、正直これはペトロマックス買う方必須かなと思います。ポンピングめちゃくちゃ辛いんで、あると全然楽に、うちにも在庫置いてあるので、今ポテトロマックスお持ちでポンピング辛いって言われてる方でね、聞いていただければ入手できますね。このポンプはこれ自転車の空気入れで圧がかけるやつと、バラバラになりすぎてますけど、ちょっとこっちに並べます、ね、一応今これで今全部バラして何もついてないタンクと、ここに今こうずっと並べたのが、クイックライターの部品ですね。ここに置いてる部品っていうのがジェネレーターと言われる燃料が通る部品です。であとはもうこの辺は多分よくいじることもいいガスチャンバー、ノズルでとトップフード、この辺は多分見たらなんとなく形は分かるものかなと思うんですけど、多分そこまで難しくないって言ったら語弊はあるかもしれないんですけど、自分も実際これ全部バラしてみた時に、あ、思ってるほど複雑な構造じゃないんだなと思いました。なんで実際やってみるとすごく簡単、バラすのは誰でも簡単ですよ。それをきれいに組み立てることができるかっていうのが問題で、今からじゃあ組み立てをしていきたいと思います。あと1箇所終わりました、バラすところ忘れてた。でこの圧力をかけるところにチェックバルブってやつが入ってるんですけど、外すのはでっかいマイナスドライバーが必要です。ここ中見ていくと、マイナスドライバーが入りそうな横線があるんですけど、ここにグッと、でこれで、これが薬師弁って言われるパーツですね。こういう形のパーツです。じゃあ組み付けていきます。せっかく外したんですけど、いきなりまあ外したものから入れていきます
そしたら、まあ、簡単なところから取り付けていくと、一番最後に組み付けをしたポンプアダプターですね。これは回して付けるだけです。これは燃料油キャップなんですけど、次じゃあですね、クイックライター組み立てていきます。まず針を通した部品ですね、これをにこの燃料を吸い上げるパーツを回してつけていくと、でこれをかぶせます。そしたらこのナットを上につけると。でここは後で修正が必ず必要なんですよ、ここの向きっていうの、鉛パッキンが潰して止まったところでこれを調整してあげた方がよくて、なんでここはそこまでギュッと締めなくて大丈夫です。なんで先に締めるべきはこいつですね、この上の部品、空気穴がなるだけ潰れないようにこういう風に上にキャップをするような部品っていうのがあるんですけど、グッと締めつけてあげると、で OK です。これでそしたら鉛パッキン登場します。鉛パッキンをこっちに刺します。ある程度のところまで入れてあげたら、次はこの部品、ここの部分で締め付けてあげるという感じで、ここをしっかり締めないとここからお湯が漏れちゃうっていうことが起きるので、しっかりと締めてあげる必要があります。で次、ジェネレーターの部分を固定していきます。また同じように鉛パッキン必要です。あ、先にジェネレーターを組みます。この吸い上げる部分をよいしょ手で締めてあげて、マイナスライバーでギュンギュンに締める必要はないかなと。ある程度締めとかないとやっぱり外れちゃう可能性はあるので、しっかり締めてください。で鉛パッキンを入れて同じように回していきます。で固くなってきたら、今度はですね、大きめのモンキーレンチの方で回していく。向きがこの穴が開いてる方が前にならないといけないので、回して前になるまで回してあげてください。よし、じゃこれでできました。でそしたら次、ここにコンダクティングロッドを、まあ、スポンと落としてあげる。この状態の時にちょっとホールエキセントリックのところを刺してあげる方がいいと思います。こっち、じゃあこうやって回していくと、この時もこいつが上を向いた状態になるように回してもらうと。じゃあここもここでグッと締め込んで。じゃあこの上の部分をかぶせたい。でこれもこっち側に向かないとこれはいけないので、こっち向きに固めたまま回していったい。イメージとしてはまたここを完全に押さえたまま同じ向きでこう締めることって無理なんで、若干こっち向きからこっちに寄せた状態から締め込み始めるイメージの中に来ますよ。今多分ちょうど真ん中ぐらいになってるんですけど、手やってあげるといいかなと思います。で、まあ、熱入れていくとちょっと曲がっちゃったりするので、それはもう手で曲げてもらって大丈夫です。折れない程度で、最後このニードルっていう部分をここに刺していきます。ここは最初ポンと落としてあげて、上にした状態でやってあげると近いところにあるので、ここは通しやすいと。で回してもらって、それからこのニードルキーで回していく。で下の状態でかぶせると、ここも押さえていただいて、と締め込んで一応これでメインのとこの組み付けは終わって、あとはもう本当組み立てていくだけっていうような形になります。で組み立てをしていくんですけど、まずはこのサポートフレームをつけるんですけど、でこの角度に合わせてこれを刺すんですよ。なんで
一応ここにつくなって場所にこれを刺してあげると。でこれでこうカチッて締めるので、これが入る場所にここですね、これが入る場所にしっかりとくっつけておく必要がある。で前の部分は OK ですねって形で、これで一旦外してこの部分を固定しないといけないので、この部分ここを締めて手で動かして動かないぐらいになれば OK で、これが綺麗に干渉しないように入れば OK です。そしたら上からこのお皿かぶせます。これを上からネジ入れます。締め込んでいきますっていう感じですね。もともとの形にかなり近づいてきてます。で次なんですけど、一回外してつけたので、まあ、ちょっと曲がっちゃってる可能性があるので、まあ、そこが曲がってないか確認します。一回ニードルを下げてもらって上にかぶせます。で入れるんですけど、ちょっと干渉して入りづらいなってここがなってるのはであれば、ちょっと曲げます。じゃあカチッと離れる。でガスチャンバーって言われるこの部分、いい音がしますねいい音がします。ここの緩みっていうのが一番の炎上の原因になります。ここをしっかり締めてグローブをつけてあげて、で上に上げて、でトップフードを外す。これで一回全部バラして組み付けまで終わりました。難しくないと言ったら語弊はあるんですけど、ちょっと物をいじるのが好きな方とかであれば自分でバラしてみてすごい楽しい。ぜひ幕張新都心に来ていただければ、私が実際に一緒にレクチャーしながら力の加減とかいうのも教えることできますし、もしちょっと不調だなとあれば持ってきていただければパッと見て組み付けとかクリーニングして部品の交換が必要なければすぐすぐお渡しとかもできるかなと思いますので、ぜひH500 使ってる方、これから買おうって思ってる方も幕張で来て買っていただければ。今ちょっと在庫はサンプルがブラスが1点だけど今の時点だとにはなるんですけど、ご注文とかでもお受けできるので、ぜひ、こうやって自分でいじっていくと愛着も湧いてきてずっと使いたいなと思う商品になると思う。はい、以上ジョルジ川野の、ペトロマックス HK500 オーバーホールでした。ちょっとニッチな内容だったんですけど、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ありがとうございます。